はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。映画9やっていきましょう。いやー、4月になってしまいましたね。今回は練習試合やってある程度進めて終わろうと思います。六道さんなんだけど、俺ファーストコンバットさせようかなと思ってて、まあ、今ファーストは大輝とパパがいるんだけど、あ、ラッキーだ。練習指示来た。ファーストコンバート、あ、やってしまった。1年生の能力忘れてたよ。あ、ファーストできるんだって早いね。池田オーダー、ここに六道さん置いといたら下手すら達川さんと変わっちゃう可能性もあるはあるんだよね。だからもうここでファースト入れちゃえばさ、キャッチャーも固定じゃん。問題なし、これでいきます。青星2番か。いや、2番に置きたいんだよな。理想は2番なんだよな。いや、2番でいく。ピッチャーまみちゃんで、よし、勝とう。強豪だよね、勝ちます。まあちょっと西本さんとかね、投げさせたいは投げさせたいけど、強豪相手にもうマミちゃん一人で行くのが理想だから、今この現状は投げ切ってもらいたいね。お願いします。強い、申し分ない。練習試合でこのレベルとできるのは良かったね。うん強いな。お、大したことないね。まあ強いか。ただまあ総合戦力 A にしては打撃面はまだって感じだな。あ、そうか、弾道3になってるのか。引っ張り。なんとかこの相手に勝って夏の大会臨みましょう。最後素晴らしい先頭打者ホームラン。ランナー誰だ。ああ、はるかか。ああ、うん、いや難しいな、どうするべな。なんか両方どっちもどっちだよな、正解では感じするよね。はるか2番か9番、青星と迷ってんだよな。はまれば青星なんだけどね。けど調子いいな。さあ守りましょう。才能開花取っとくか。まだいい、頑張って。マミちゃんなんやかんや防御率0点台か。だいぶ球速くなったね。そう、もうちょっと特殊能力いっぱいつけてあげたいんだよな、マミちゃんには。 いいね、今日当たってるよ相手。本当に伸びいいなのかなこれ。すごい伸びてるように見えるけどね。まあスタミナも B あるし、
大丈夫、元気いっぱいよ。よし、OK、さあ池田、打っていこう。今日当たりに当たってるぞ。先頭打者ホームラン嬉しかったな。勝ちたい。いやーすごい、本当にすごい。お、まみちゃん来た。才能開花どっちで使うかな。こっちで使うか。守備は伝令で助けれるもんね。使おう。よし、レベル5の流しで。ここが4番らしく一発ドカンと打ってください。行ってないか。あっと、どうしよう。いやもう強襲に行く。よし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 。おお、初三振だぜ、おい。三振1ついちゃったじゃない、向こうの。ちょっとどうしても点が欲しいね。うわ、当たんねえや。いやー、このチャンスものにしたいな。よし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 、満塁にはなったけど。次誰だ、達川さん。達川さん今期待できるよ。ミート D もあるもん。これはね、引っ張りなんだ、俺の予感では。達川さん頑張って。いや、ホームラン出てもいいと思うんだよな、真面目に。そろそろね。すごいチェンジアップだね。ダメでした。さあ打ってこう。打率悪いな。打率悪かったな。強心臓。大輝がショートもできるのか。なるほどね。打てる、うん、エンドランだ、初球だ。うまい。さあ池田、点取ってこう。精密機械でアベレージヒッターつくよね。で流しもつくから、これで流し打てるんじゃない。1点取ろう。点取ってくれ。いやー素晴らしい。ラッチ。ツーアウト二塁。お、走ったな。青星なんとかやってくんねえかな。
ごいボールだ。いやーすごいな、ほんとそのチェンジアップ。お意外全然想像もしなかった。ナイバッチナイバッチ、でんで、盛り上げる。マミちゃん頑張って。OK、 うまい。いや今美月すごいうまかった。よし振りよう、久々だな動かすの。フリオは確かねパワーヒッターがなんかね持ってたはずなんだよね。パワーヒッター、ハイボールヒッター、期待できるんじゃないか。そのチェンジアップがね球止まってるように見えるね、ほんとすごい。さあピッチャー変えたり何やりしていきたいぞ。いやもう池田さんすごいですね、本当に本当にすごいね。これもう一本でも打てばあれだよ、完璧に名前売れるよ。すごいわすごいわ。まずここ青星走らせるべ。まずはでヒット、当たってないね今日ね、今日当たってない。調子にしようかな。9回ピッチャー変えよっか。よし、代打マミちゃんお疲れ。ロックリーデビュー戦じゃないかな多分。2年間頑張ってきたからずっと打てっから。ここですげえ下手だったから彼は。頑張れ打ってこい打ってこい。努力報われず。いってみよう。守備パパファースト、ロックマン外野行こう。美月お疲れ。隼人も出そっか。 どこで出す、外野で出そっか。頑張って。何色っつんだあの頭は。
すごい綺麗な坊主だな。伝令、ちょっと助言は使わない。助言使わずに抑えれるのかが見たいんだ。だ盛り上げる2回も使っちゃう。これで後ろは完璧だ。頑張って、抑えれるといいけどな。1年生といえど能力は高いしね、特殊能力もいっぱいあったから。4点差あれば持つんじゃない。よし、どんな形でも2点決められたら変えよう。負けたくはない。いやあれだったな、今日は 1,2 番はまったと言っていいのかな。青星のホームラン以外だったな。池田がすごかった。頑張れ。ちょっとこのコントロールどんぐらいあんの。 D か、悪くないよ。よし、いいよ、あと1人。頑張れ西本さん、これ大丈夫だ、大会も出れるね、大丈夫だ。よし、オッケー、やりました。なんとかなるかな、大会も。ありがとうございました。池田の活躍がな、よくわかんねえぐらいすごかったな。三月がちょっと寂しかったな、期待してんだけどな。決めら、あと2ってなってるぞ、誰だ。あとはるかセカンドいやいい、もうしょうがない、しょうがない、出たものはしょうがない、練習試合でよかったと考えよう。本番ではお願いします。2人とも守備力上げてんだけどな。いやよかった、ロックリーもデビューさせれたし。よし、かっこいいよ稲妻。さあ、あとは7月かまで取り続けますか。すぐだべ、7月まで。
いやーみんなあれだね、なんか練習効率下げてくる ことばっかだね。いやーなんとか六道さん守備範囲マックスまで広がんねえかな、この短い時間の中で。5月、西本さん何磨くべきだ。とりあえず変化球か1とか嫌だな。辰川さん肩でしょ。大地パワー。ベンチにファースト2人もいらねえんだよな。難しいとこだな。そうなったらショートできる分大輝か。ハヤト、あとショートもできるようになろう、なっとこう。とりあえずハヤトいればどうにもなるでしょ、これで。青欲しい。いやもう攻撃いく、攻撃にシフトさせよう。はるか、いやー守備悪くないんだけどな。なんかやっぱなんだろうな、あのエラー気になってしょうがねえな。振りを、いやなんかロックリ良かったよ。よし、不良のパワー4上がった、すごいね。網付きのパワー3上がったのでかい。一回休もう。それ結構動画長く撮っちゃうことになるのかな。まあもう今更やめれないんだよね、中途半端で。まあ練習試合入れば別だけど。お腹空いたな。朝ごはん食べたんだけどな。俺あそこでやりたいんだよね、室蘭南だっけ、この企画の同大会の決勝だっけ、初年度の決勝だっけ、
で確かやったんだよね、室蘭南と前評判 A のボッコスカやられたんだよ。なんなのみんなして練習効率下げてきて、何の恨みがんのうちに。室蘭南とはやりたい。ありがとう。アイドル見っけ。練習効率全員分上げてくれねえかな。それが一番好きなんだけどな。4-1でいきましょうか。マミちゃん160キロいくかな。大会勝ち上がっていけばいくと思うけど、大会までにはもう全然届かないね。テンションか。肉屋さん誰かのパワーバカみたいに上げてくんねえかね。はい、6月。五十嵐は150キロを投げてほしいな。パワー60ぐらい欲しいな。この2人をどうするかだな。守備力低い選手はな、出しにくいんだよな。とりあえず待てよ待てよ、考えろよ。ハヤトの守備力を今から上げとくか。え、これでハヤトはファースト以外どこでもできるんだもんね。あ、ファースト、キャッチャー、ピッチャー以外は。守備力上げとこう。攻撃でもね、全然使えるし。はるか、ミートアップ。素晴らしい攻撃力だね。あと走力も欲しいな。はい、 OK です。ありがとう。止まることはない。いやー、本当2014の栄冠の最後の大会が近づいてきてるね。なんか寂しいな。ずっとやってたな。これは上でしょう。
待ってやばい。ごめんなさいね。入れないかな。とりあえず3にしよう。ありがとう。2が来ない。すべて1下げます。下げましょう。いやー、ほんと働かねえな。文句ばっか。ならず者来てくれ。カード取り替えて。やりづらくてしょうがねえ今。よしよしよし、効率上がったぞ。カード1個数字上げれない。なんかで全て最大はきついよな。それでも使っちゃうから、これは総合練習でいきましょうか。いろんな能力上がるね。さすが総合練習。長いぞこれ。長いぞ。長いな。すごいな。長いな。なんでみんなね、2つから4つぐらいの間でなんか上がってってるじゃない、項目が。よし、成長した感がすごかった。いや、ここはこうだな。修羅王来た。おー、いいね。うーわ、ちょっと待てって、待ってくれって。白老来た。白老って強いんじゃないのか。まあ前評判ええだからな。おい、これ初戦敗退の最終回は寒いぜ。負けたら最終回からね。7月、負けたら最終回なわけで、困ったね。大会入るからパワーあげようか。うわー、まあマジですか。前評判ええですか。
本当に明日最終回になるかもしんねえな、これな。危ねえな。アイテム使うぞ。性格タスカーさん変えようかな。いや変えない。六道さんかな。間違えた間違えた。俺テンションのとこ見てこの人性格普通なんだと思ったら熱血感だったね。そういえばね、外星。これはタスカーさんですね。あ、そう、すでに覚えてんの。そうですか。いや待てよ、急速1いいのいるじゃん。五十嵐コントロール5。もう一回使わして。呼吸3。あ、辰川さんいいね。よし、できることはやった。頑張ろう明日。小田パパと大輝どっちかが外そう。パパだな。じゃあ誰を入れると。ピッチャーだな。五十嵐。現実だったらなかなかありえないな、このメン、このポジションはベンチ入りの。これでいこう。これでいきます。頑張りましょう、勝ちましょう。はい、ということで、今回はここで終わろうと思います。終わります。バイバイ。